コジモ3世で、メディチコジモ3世でメディチは、メディチ家出身の第6代トスカーナ大公。トスカーナ大公フェルディナンド2世とビットオリアデッタ・ローベレの一人息子で、1661年にルイ14世のいとこのマルゲリータルイーザと結婚した。コジモは、キリスト教の信仰のみに力を入れ、反ユダヤ的な政策や、異端な取り締まりを強化したが、 肝心な政治の方には興味を全く示さず、メディチ家の伝統でもある芸術、学問のパトロンとしての資質もなかった。また妻との間も、不仲で三人の子を設けたものの、宝刀な妻は結婚後13年でフランスへ帰ってしまい、また三人の子供たちは皆、後継ぎができなかったため、近い将来の家紋断絶が明らかになるという状態であった。コジモは、 メディチ家の歴代当主の中でも最も著名な81歳で、没死、彼の在位は53年もの長きにわたった。しかし、政治を顧りない彼の知性の間に、メディチ家及びトスカーナ大公国の力はすっかり衰え、市民は困窮し、二度の飢饉さえ起きるほどであった。彼の死後、唯一残ったジナンジャンガストーネが大公位を継いだ。ありがとうございます。